どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。独身男性最後の希望、広瀬すずです。さあ本日なんですが、来ましたね、リチュアがね、来ました、イビリチュア、ジールギガさん、ありがとう。コナミさん、このモンスターはねぶっ壊れてますよ。これめちゃくちゃ強い、このモンスターめちゃくちゃ強い。効果説明していきましょう。リチュアと名の付いた儀式魔法によって降臨するリチュアのね、最強儀式モンスター。一旦一度1000ライフポイントを払い、デッキからカードを1枚ドローして確認すると、まあ、ドローできるっていう時点でそもそも強いです。で、ご多賀に確認して、確認したカードがリチュアと名の付いたモンスターだったら、フィールド上のカードを1枚選んでデッキバウンス、最強テキストです。はい、選んでデッキバウンス。もうこの効果で、まあ、除去できないモンスターほとんどいないんで、ほとんどいません、まあ、モンスターでも魔法トラップでもね、めちゃくちゃ強いです。でこいつを今回は活躍させていくというね、まあ、こういうデッキになってまして、で、まあどういう風にまあ動かしていくかと言いますと、あれですね、あの深海の、あ、間違えた、ビジョンリチュアとか、シャドウリチュアっていう、あの専用の儀式モンスターサーチ、儀式魔法サーチがいるんですよ、リチュアって。これを手札からぶん投げると、まあ、こうやったらモンスター持ってこれるし、こうやったら魔法持ってこれるという効果で、ね、しかもリチュアってこいつらがなんか儀式モンスターの1体分のなんか素材にできるよっていう効果を持ってるんですよね。なんで、ね、リチュアはねものすごく安定します。安定するって言ったって、まあ儀式デッキなんで、まあ、ある程度事故ることはありますけど、まあ、結構安定しますね。なんで儀式の使い手にする必要性がないなと思ってサメの領域にしました、今回は。サメの領域、これ先行マジでやることないんですよこのデッキ、このデッキ、これ先行用の効果じゃないんで、あの先行やることなすぎ問題が発生するんで、先行はまあディーバーで、まあ、あのこの辺のモンスターを立てて、ランク4、サメの領域でランク4していくと、あとは狡猾とかでも、まあ、先行用にね、まあ、ここでも一応発動的には強いけど、これで、まあ、ある程度相手のモンスターを、まあ、いなしていくと。で、強いカードはこれ、サルベージ、これめっちゃ強いの。これまあ1戦目、今回動画にした1戦目かなんかで見てもらえば分かるんですけど、マジでやばいこと起きるんですよ、このカード使うと。なんかその1回儀式で使ったモンスター全部もう1回帰ってくるみたいなことできるんで、これめちゃくちゃ強いって言うと、もちろんディーバもあの回収できますし、あとこいつですね、あのリチュアビスはこれ反転召喚、特殊召喚、召喚に成功するとリチュアモンスター、リチュア、アビス以外の、収録戦以下のリチュアモンスターを手段に加えるということで、まあ、これにサーチできるんで、これ実質これマンジゴットです。はい、リチュア界はマンジゴットがいるんですよ強いですね。なのでこれ入ってますと、これ魚族なんで、ちなみにあのブリンセスとかでもあの出せますんで、結構そういうのも採用系になってるかなっていう感じですね。あのデッキの中にかなり枠がないので儀式デッキなんで、まあ、ちょっと汎用ガードとかちょっと入れにくいですけど、とりあえずやってることはめっちゃ強いんで、早速ね新リチュアのぶっ壊れパワー見せていきましょう。レベル3倍出しとくしかねえ。リチャの儀式を発動、儀式魔法発動。先行マジやることないんですよこのデッキ。先行やることねえからディーバ3枚入ってるんだよ。先行やることねえからディーバ3枚でお茶に濁すタイプなんだけど、まあ、これはこうするしかない。で、もうこれもこれでドヤ顔するしかない先行やることないんですよマジで。このデッキディーバ3枚引けなかった場合、マジで先行をやることないっていう、はい、ちょっともうこれ勝利しないで、これ勝利しないで、勝利しないで、勝利しないで、おお、よし、俺の勝利、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 勝利はしない。アビス来た。一旦1000ライフ払おう。リビルチャージルギアスのモンスター効果発動。1000ライフしかなってリチャーモンスターだった場合、お前のカードを1枚デッキにバウンスさせてもらうぜ。よし、そしてリチャーアビスを召喚、モンスターを召喚、リチャーアビスの効果は発動、リチャーアビスの効果はデッキからなんか何らかの何らかのカード、何らかのカード、これはビジョンリチュア、ビジョンリチュアをお手札に加えさせてもらうぜ。そしてビジョンリチュアのモンスター効果発動、ビジョンリチュアのモンスター効果によってイビルチュアジールギガスをお手札に加えさせてもらう。そしてマーモジしてスキル発動、これビジョンリチュア回収したところで、あ、いけるわ、シャドウリチュア回収できる。サルベージ発動、魔法カードサルベージを発動、うおー、ボスの攻撃力1500以下の二足性モンスター2体を制御、うおー、バックアドー、バック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 アドー、どっちだ、こっちか、シャドウリチュアの効果発動、モンスター効果発動、シャドウリチュアの効果によって儀式魔法をお手札に加えさせてもらうぜ。そしてリチュアの儀式鏡の効果発動、
儀式魔法発動。リチュアの儀式鏡の効果によりビジョンリチュアをリリースし、現れろリビリチュアジールギガス。うおぉジールギガスのモンスター効果発動。うおーギャーどーつーワン強い。これはうおースタルベージ発動。自分墓地の攻撃力1500。うおーモンスター2体を選択し手札に加える。そしてですね、ちょっと待ってくださいね。ビジョンリチュア、シャドウリチュア、シャドウリチュア持ってきたところで、まあ、でもこれちょっと使うか。リチュアモンスター効果発動。これは持ってるのはできない。そしてスキル発動で回収する。スキル発動回収だな。スキル発動。食らいついた、食らいついた獲物は逃がさない。俺はこれはね、粗大切りたいんで深淵に潜むものですね。こことここで深淵、深淵に潜むものの、エクシーズ召喚。そして深淵に潜むものの効果を発動。儀式モンスターを素材として切ることによって俺はリチャーの儀式鏡の効果、儀式魔法発動、デッキに戻して儀式モンスターを回収。さらに俺はリチャーの儀式鏡の効果を発動。うおーおりゃーいけー、ジールギガス効果発動。1000ライフポイントを支払い、リチャーモンスターだった場合お前のカード1枚デッキにバウンスする。シャドウリチュアの効果ちょっと後でいいか。バトルフェイズ、バトルだ、黙れー、支援2層でダイレクトアタック。いけー、リビューチュアジリギアスでダイレクトアタック。うおーうおー、これはね、これ強いっす。高画素もあるんで、モンスターを召喚、進化のディーバー、高画素用のカードが2枚も来てるから、これ強い、これ非常に強い。これは普通に強い。モンスターを特殊召喚、守備表示出すか一応なんかやばいこと起きないように守備表示出すっていう説あるの。バハムートシャーク、はいはい、燃えろ未知なる轟き。あ、これ一応サルベージ、ここサルベージのことあるから誰もいいか。でこうして、まあでも一応ディーバサルベージだったらディーバの方が強いから、ビジョンリチュア、あでもビジョンリチュアの方が強いか、ビジョンリチュアの方が強いから、トップ儀式来た場合こっちなんだ。でアビストリーで来い、モンスターを特殊召喚。これアビストリーでエンドじゃね、これ、これ2800守備硬いでしょ。セット、カードをセット、ターンエンディングストーリー。俺はこれでターンエンド。ドロー。これはね、一応先行のカードが2枚引いてるんで、まあ割と先行の盤面としてはまあ割と強い方ではあります。リチュアルね。はい。で相手のデッキは何ですかこれ、スキルは。わかんねえな。ショウ君。融合の使い手。ドローセンスロイド。あとなんかあったっけこいつ。そんぐらいかな。融合の使い手絆あったっけ。絆なかった気がするな。絆あったっけな、覚えてないや。なんかあのロイドドローするやつか融合の使い手どっちかと思うんだけど。あ、来い、モンスターを封じ。ああ、パチンコカートパチンコカート来た。 NR 界最強カード、やばい。手札から気づくモンスターを置いて包丁を振ると相手のフィールド上のモンスターを破壊できる。うわっつえいった、ターン終了。お前も弱えな、そこそこ。お前も弱えぞ、反動。大丈夫か、ドロー。ドロー。あー、なるほど。シャドウリチュア、効果2。シャドウリチュアの効果で、儀水鏡を手札に加えさせてもらうぜ。そして、リチュアアビスを召喚。リチュアアビスの効果発動。モンスター効果発動。リチュアアビスの効果によって、これはまあ何でもいいな。ビジョンリチュアでいっか。ビジョンリチュアを手札に加えていく。そして、リチュアの儀水鏡発動。儀式魔法リチュアの儀水鏡の効果により俺は墓地の手札のビジョンリチュアを墓地の送り、リビチュアジールギガスを儀式召喚、モンスターを儀式召喚。そしてジールギガスのモンスター効果発動、モンスター効果発動。千来ポイント支払い、デッキトップをドローし、リチュアモンスターだった場合
お前のモンスターをデッキにバウンスさせてもらうぜ。そしてなんかダリアレモンスターの上に重ねてエクシードチェンジ、フルアーマードブラックレイランサー。鎧をまとい現れろ、フルアーマードブラックレイランサー。うおー、スキル発動しなくていい。バトルフェイズ、バトルだ、いけー。リッチャーベースでダイレクトアタック、ダイレクトアタック、なんかあるなんかある、いけー。イベチャーチェリギアスでダイレクトアタック、ダイレクトアタック、うぜぇ。でもロイドドローされるんで、これ殴ると殴んない方がいいんですよね、これ多分殴んない方がいいまであるんだよな。ロイドドローされるんでしょ、もう狡猾あるし、なんとかなるか、狡猾あるんでなんとかなる説はあるんですけどね。殴っとく、殴っとくと2300?7800?900 か、あと迷うな。まあ、狡猾あるから殴るか、狡猾あるから殴る。ブラックブライトスピア、はい、カイトロイド、あ、カイトロイド使うんだ、なるほど、あ、楽しみ。え、あれさ、ロイドドローしてるスキルってあれいくつだっけ、あの1000、1500、1000、どっちかわかんない。融合の使い手ではなく融合の使い手、なるほどな、融合の使い手ね、はいはい、融合じゃねえと。手札から取引、なるほど、取引ディーバ、まあ、ディーバの方が強いのか、この段階だと。さすがに盤面返された場合に返せるようにディーバを持っといた方が強いね、これは。さあ取引効果で1枚カードは減りますからね、相手もこれを使ったことにより。さあ考えております、翔選手。電年ライクは確か除外すると墓地のチューナーを特殊召喚みたいな、はい、これはね、こうですね、はい、コズミックサイクロン、なるほど、このカードだ、コズミックサイクロン捨ちゃうんだ、ダブルヨーヨー、はい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 、大丈夫かな、これ大丈夫かな、これどうかな、これ残念だったなさあ大丈夫かな、息してるかな、翔くん息してるかな、息なんてしてるわけなかった。ドロー、ドローしようか、ちょっと、まあ、いっか、もう殴った方がいいのか、殴った方がいいのか、殴るか、はい、バトル、いけー、ジャッジ気がしてダイレクトアタック、ダイレクトアタック、1800か、俺に借りた、二度と俺に関わるんじゃねえ、イラッとくるぜ。はい、やはりあのカードは禁止した方がいいですね。シューティングスタロード、やばいやばいやばいじゃん、シューティングスタロードやばいな、シューティングスタロードやばくねえか、これあれだな、シューティングスタロードやべえな普通に。シューティングスタロードやべえな。まあでもとりあえず俺は脳死でリチャービスから、はい、モンスターを召喚するモンスター効果発動。ビジョン持ってきて、どっち残しておいたらいいかな。まあ儀式モンスター、儀式手札から儀式魔法発動、儀式魔法サーチの方も残しておいたらいいか。ビジョンリチュアル、リリース、リブルチュアジールギガス、モンスターを儀式召喚で、これはさすがにさすがにスパイダーじゃないと死にそうだな、さすがにスパイディじゃないと死にそう。シュースターでしょ、シュースター、シュースタースパイダーじゃないと死ぬよな、これな、シュースターはスパイダーじゃないと死ぬ、スパイダーシャークだそう、スパイダーでも死にそうこれさ、スパイダーってさ、これってさ、ジールギガスも蘇生できます？あ、できますねこれ。もういきますねこれ。ワンチャンありますよ。海の地下。え、これシューティング？目覚めよ。シューティングスターってさ、打点いくつだっけ？3200。行くぞ。俺のターン。ジールギガスと相性じゃん。ドロー。これ。モンスター効果。はいはい。ジャンクコンバーターいいよ。ジャンクコンバーターはいい。はい。
ジャンクシンクロもいい。チューナーモンスター、はい、ジャンクシンクロもいい。ジャンクシンクロのモンスター許容、はい、いいよ。コンバーターいいよ。モンスターを特殊召喚。3300やばい。3300やばい、やばい、打点超えられてる。俺のリッチャーがジャンクウォリアー。でもさ、これさ、言うてシューティングスターだったらダメだから、相手多分これマジでジャンクデストロイヤーするしかないんだよ、あれ相手。これパワーオブフェロー、あれがあったら別だけどね。オライオンと何クイックシンクロン、ライオンクイックシンクロンがあったら別なんだけど、これ多分ね、これシューティングスターしたところでスパイダーシャークめっちゃ強いんで、チューナーモンスター、まだわかりません。ジャンクシンクロン、まだわかりません。ただこっちも攻撃してもあいつ無効にしてくるんで、モンスターをシンクロ召喚。あ、え魔法カード発動、ネクロイドシンクロ、モンスター効果発動。はおい、ふざけんなよ。何がハッピーレディーだよ。なんだこの最強デッキ、ふざけんな。うわあ、おなんだこれ、なんだこの天才デッキ。おい、何してんだ。クリアマインド、将来せよ、シューティングスタードラゴン。嘘だろ、嘘だろ、ノンスターではこれで。嘘だ。シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ。嘘だろ、お聞いてねえよ。なんでお前入ってんだよこのデッキに。お聞いてねえよ。